黙白録ザサードトランペットディストラクションオブザウォーターズのズニガヨモギはヨハネの黙白録に登場する星である。ニガヨモギに相当する言葉はヘブライ語聖書に7回登場するが、7回ともその苦さを含みにしている。英語訳聖書でもワームウッドは7回言及されるが、この言葉はヘブライ語のを翻訳したものである。ニガヨモギは新約聖書ではヨハネの黙示録の 第八章十節で一度言及されるのみである。第三の五子がラッパを吹き鳴らした。すると、松明のように燃えている大きな星が空から落ちてきた。そしてそれは川の三分の一とその水源との上に落ちた。この星の名はクヨモギといい、水の三分の一がクヨモギのように苦くなった。水が苦くなったので、そのために多くの人が死んだ。 レブ8時10分11個この苦いよもぎにあたるギリシャ語は何か苦味のあるものを暗示するために取り上げられたアルテミシア族の植物を指すと考えられている。英訳に使われたワームウッドは町内寄生虫いる。セブンスデーアドベンチスト教会などの宗派やマシューヘンリー、ジョンジルなどの神学者は目視録の第8節は人類史における過去の出来事を 象徴的に表したものだと考えている。ニガヨモギについては、アッティラ王が率いていた、紛族の軍勢を意味すると考える、歴史主義者もいる。彼らは、この予言の重要史とヨーロッパに、紛族が攻め入った歴史とが、時代的に一致していることをその根拠とする。その他にも、アリウス、コンスタンティヌス一世、オリゲネス、現在を競技として否定したペラギウスなどの名前が、上がる。 聖書学者の多くが、ワームウッドという単語は、困難にある時代に地に満ちる苦しみを、ただ象徴的に表現したものだと考えている。ニガヨモギ、欧州ヨモギなどがこの植物の名前とされているが、これらは、受け入れがたいほど苦いものを指す聖書の中でも最も、よく知られた比喩である。ニガヨモギに相当するウクライナ語のチョルノーブイリは、キエフ州の都市であるチェルノブイリのウクライナ語名である。 ありがとうございます。